体内川、水系体内側に建設されたダム。高さ35メートルの重力式、コンクリートダムで、新潟県営の発電用ダムである。新潟県企業局の水力発電所、体内第一発電所に送水し、最大1万1000キロワットの電力を発生する。体内市を流れる体内川は、上流で、体内渓谷を形成する。 急流河川で豪雪地帯を流れることもあって流域面積の割に河川流量が多い。1957年新潟県企業局は急旬な地形と豊富な水量に着目し体内側に2基のダムを伴う水力発電所の建設に着手した上流から順に体内第1ダム体内第2ダムを建設しそれぞれ体内第1発電所 体内第2発電所に送水して合計最大1 4 6 0 0ットの電力を発生させる計画である。建設工事はまず下流の体内第2ダムから始まった。1959年7月、工事中に大雨に見舞われ後期が1ヶ月伸び、同年10月に完成。ダム直下の体内第2発電所が運転を開始した。九百六十年には、 上流で体内第1ダムの建設に着手。体内第1発電所はダム式の体内第二発電所とは異なり、ダムから導水路トンネルで9キロメートル下流に送水し1 6 0メートルの落差を得るダム水路式の水力発電所である。地質が悪くトンネル工事が難航したほか、冬の異常とも言える豪雪により工期は予定より10ヶ月も伸び、 1962年10月に完成した。それも束の間、1966年7月及び1967年8月の水害は体内側流域に大きな被害をもたらした。特に校舎は上越水害と呼ばれ、大雨により増水した体内側はダムを溢れさせ、発電所を水没させた。体内第1、第2ダムは共に利水ダムであり、 治水能力はない。1976年、新潟県は、体内第一第二ダムの中間に体内側ダムを治水ダムとして、新設。さらに、現在は、体内第一ダムの上流に、奥体内ダムを建設中で、2013年に、完成する予定である。このほか企業局では、水資源を有効活用すべく、体内、第二ダム下流の砂防園庭に、 S, S 型チューブラ水車発電機を増設し、体内第3発電所とした。治水ダムであった体内川ダムにも、風送発電所が増設された。企業局は建設中の奥体内ダムにも、体内第4発電所を付設する予定である。日本海東北自動車道、中条インターチェンジから国道7号を北上。体内川に架かる、黒川大橋で右折し、 新潟県道53号体内に王子公園ハグ黒線を上流に進むと、まず体内第二ダムが姿を現す。中央に一門だけ設けられた洪水破棄ゲートと、肩流れの屋根が特徴的である。体内第二ダムを過ぎると、山の斜面を駆け下りる銀色のパイプ、すなわち体内第一発電所の水圧鉄管が見えて、くる。発電所を過ぎ、 治水ダムの体内側ダムを過ぎると、体内第一ダムに至る。中央に一門だけ設けられた洪水吐きゲートや、肩流れの屋根など、体内第二ダムとのデザイン上の共通点を多く、見つけることができる。近くには、奥体内ヒュッテがあり、体内側の源流、飯出山地への登山口として利用されている。ありがとうございます。